ご講演いただきます相澤歩夢様は2012年に株式会社、salesforce.com に入社され、クラウドプラットフォームを活用した ICT システム基盤の設計と顧客のビジネスに踏み込んだコンサルティングを行われています。 2015年より東京理科大学専門職大学院にて新しい技術を活用したイノベーションの創出を可能にするマネジメントについて研究されまたプログラム言語 Ruby のコミッターとして国内外の開発者コミュニティの活動に参加されるなど多方面で活躍中でいらっしゃいます本日は Ruby を武器にする技術経営と題してご購入いただきます では、相沢様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。<ー>1階で聞いていらっしゃる皆さんもこんにちは。あと、インターネットの向こうであの僕の講演を楽しみにしてくださっている皆さんにも、えー、今回はありがとうございます。えー、本日はですね、Ruby を武器にする経営ということで、私が今、大学院であの勉強している、えー、技術経営というものを、まあ、キーワードにしながらですね、 ルビーのイノベーションの秘密というのと、ルビーを生かした経営をやっていくために、どういったところがあの <coughs> 技術系の中から応用できる知識みたいなものを少しあの皆様とシェアしたいと思います。ただ、何分、ですねまだま私はあの学生の身分なので、何かと至らぬことが <laughs> <laughs> 多いと思います。えー、簡単にですね私の経歴を紹介させていただきますと、えー、相沢歩夢といいます、えー東京大学、東京理科大学の専門職大学院。えー でイノベーション研究科の技術経営専攻というところの学生で、今年から学生をやっています。でその他の、まあ、おまけみたいな肩書きとしてはです、ね、Salesforce.com という会社で、デベロッパーマーケティングマネージャー、それからソリューションアーキテクトも担当しておりますで。もう一つ、もうちょっとおまけみたいなやつで、プログラミング原稿 Ruby というもののコミッターも一応やってます。もしよろしかったらですね、えっと、僕のツイッターをフォローしてください。 えー、こんなおっさんっぽくないですね、かわいいアイコンがあの使われております。Ruby ワ、えールドカンファレンスは、すごく僕にとっては感慨深いカンファレンスですね、えー、4回目ですね、これで。えー、自分で、えー、とプロポーザルを出してアクセプトされたのが4回目です。で最初の年は、最初というか2010年には、えー、Ruby によるシステム開発、運用開発の運用支援の,活用の事例ということで、実際のプロジェクトの中で、えー、Ruby を活用していくと。 いうすごくこう生々しい現場の話をしました。で2011年には Ruby コミュニティが実際に活用している、えー、開発のやり方みたいなものの中でこれはいいんだとエンタープライズに適用できそうなものについて紹介しました。2013年は半分会社の宣伝だったんですけどクラウド時代の Ruby アプリケーション設計ということで Immutable Infrastructure というものをまあ活用したヘロクの設計哲学みたいなものをまあ紹介しアプリ開発 アプリ開発をしていく上で設計者が気にしなきゃいけないことというのをシェアさせていただきましたで。今回は全然経路が変わって、学生の身分として技術経営についてお話しますけれども、技術経営という分野はですね、えー、少し前に経済産業省もちょっと力を入れてです、ね、いろんな大学で取り組まれてはいるんですけどまだまだ学生が少ないです。MBA に比べるとネームバリューも少ないですし、ただすごくいい学問だと僕は思ってます。で特にこれからお話し,しますけれども、プログラマーやソフトウェアエンジニアの方にとってもですね、すごくためになる。 勉強ができるとかと思うので、ぜひ講演の内容とか気づいたこととかをですね、ハッシュタグをつけてつぶやいていただけるととても嬉しいです。本日のテーマは3つです。まず簡単に技術経営の内容についてお話しします。でその後プログラム言語 Ruby が実現したイノベーションについて技術、技術経営の観点から少しこういうことがあったねということをお話し,したいと思います。そして最後に Ruby を武器にしたイノベーション創出についてお話ししたいと思います。 はいえっと、今回の講演の下敷きにした書籍というのがあります。一つはです、ね、技術を武器にする経営という本です。こちらはさまざまな会社の事例を取り上げながら技術経営のエッセンスについてです、ね、まとめた本になります。右側にあるのは顧客創造というマーケット開拓をしていく上で必要なマーケティングのフレームワークについて詳しく書かれている本ですすこちらもすごく参考になります。 はい、MOT というのは英語で書くとマネジメント・オブ・テクノロジーなんですけれども技術を基盤にしたイノベーションを実現する経営でこれは工学とかコンピューターサイエンスではなくて経営学ですで内容としては MBA に少し似ています MBA に似ていますけれどもよりイノベーションが起きる上流工程にフォーカスしています図で表すと 技術の探索をして、要素技術を開発して、製品を開発してで、事業としてそれを成り立たせるようにして、事業を拡大していくという流れを考えた場合に、MBA はどちらかというと、後半の方にフォーカスを立ています。実際に出来上がった会社というのをうまく運営していき、さらに高くし、拡大していくというようなことに、全体的にフォーカスしているんですけれども、MOT は、 技術をどのように探索し、それを要素技術に結びつけ、応用技術を開発し、製品化し、事業化していくというところにフォーカスを置いています。MOT はもともと1981年に MIT、MIT ですね、えっと、マサチューセッツ工科大学のソローンスクールという経営大学院の方に発祥がありますで。その後、ハーバード、スタンフォードといった有名な MBA のスクールもです、ね、こういった技術を、えー、<laughs> 起点にした ビジネスの開発というところにのプログラムを開設していき、日本では横浜国立大学、それから北陸先端技術大学院大学などが最初に取り組みました。で現在ではあのたくさんの大学で取り組まれてますけれども、専門職大学院という日本の仕組みがありまして、普通の大学院と違って、プロフェッショナルの職業、職業訓練というか専門職の育成ですね、アカデミックに何かを追求するというよりも、実際に現場で使える 知識であるとか、そういったことをまあ主に担当するような専門職大学院というのがあるんですけれども、そこは芝工大とか、私の通っている東京理科大とか、日本工業大学などなどに設置してあります、でちょっと調べてみたんですけれども、島根の島大にもです、ね、MOT の学部とか学科はないんですけれども、コースが、関連コースが2つあるので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、えっと、取ってみるといいかなと思います私のの通っている東京理科大学のは、まあ、こんなホーームページです。 主に理系の技術者、製造業とかメーカーの研究者とかが多いですね、えー、と理系の技術者向けの2年生の専門職大学院です。僕は1年生なので、まだあと1年以上通うことになります。でちゃんと卒業というか、終了できると専門職修士の学位をいただくことができます。で大学院に通ってますっていうと、女子大生とどうのこうのみたいな話をする人もいるんですけども、そんなことは全然なくて。 えー、専門職大学院は社会人のための学,学部というかあの大学院で,です、ね、平均年齢は42歳ですで実務経験も皆さん15年以上ある人がまあほとんどですで上は60歳ぐらいから一番下でも30そこそこぐらいだったと思いますね例外的に若い人がいてそれはあの外国ミ、えー、ャンマーかな 国費留学みたいな形であの国の威信を背負ってきてる人みたいなの、たまに若い人がいるんですけども、それ以外はみんなあのおじさん、おばさんが仲良くやってます。で、<laughs> 中小企業の経営者ももちろんいらっしゃいますし、メーカーの、まあ、大手のメーカーのまあ部長とか管理職に就く前にマネジメントについてしっかり学ぶということで、会社のお金で来てる人もまあそこそこいらっしゃいます。例えば製薬とか、えー、工学機器とか、半導体とか、電子機器とか、自動車とか。 それから建築などなどですねで入ってみて思ったんですけども IT はまだまだあの少数派ですでこれは日本の IT 企業っていうのがもちろん大きいところもあるんですけども技術者が経営をちゃんとこうに携わるという流れがですねまだまだこう浸透してない現れなんじゃないかななんてなんとなく思いましたで理科大 MOT では ABC と呼んでるんですけどもアカデミック系それからビジネス系コンサル系この3つの種類の え専門領域に詳しい先生方がです、ね、バランスよく配置されています一番左側には伊丹先生というあの日本の経営学の中では権威の先生もいらっしゃいますしえ宮永先生という二番目の左側2番目の先生は、えーなんまあ、コンサルタントとしてすごい経歴をお持ちの方ですで真ん中の、えー、美ゆ先生という方は財務,財務のスペシャリストですねで田中先生は 元マイクロソフトの CTO だったりしますで他にもたくさんの先生方がいて、日々、その先生方からさまざまなことを学んでいます。MOT と,というか、経営学というのは、過去の経営,を経営を分析して理論化する学問だというふうに僕は捉えています。なので、これを学ぶことで先人の知恵を未来の経営に生かすことができます。 あくまでも学校で学んだりすることは、これまでこういう会社、経営者がこういうことをやってきたねっていうことを抽象化して、ちゃんと理解するということなんで、それそのものが未来に対して適用できるとは限らないんですね、ただ自分が新しく事業をやったり、新しいサービスを開発しようと思うときに、これまでどういうパターンでどんなことが起きたのかと知るのは、とても有用なことだと思います。 で先ほども少し触れましたけれども、プログラマーがより社会に影響を与えていくためには、やっぱり経営的な視点を持つことが必要です。でこれは常に言われることではあると思うんですけども、経営的視点って具体的にどういうことについて考えることなのかってことを深掘りして、なかなか今のソフトウェアエンジニアが、あの多くがですね、学,ぶ学んだり、それに触れたりするという機会が少ないんじゃないかなと、えー、僕,僕自身の経験からそう思いました。なので MOT に通うことで、まあ、一般に経営者とはどういうことを考えているのか、どこに注意を払って、何を決断、判断しているのかということをまあ学びたいと思いました。で、一つ、私が通っているのは、イノベーション研究家というところなんですけれども、イノベーションという単語が日本に入ってきたときにです、ね、これを漢字で技術革新と訳した人がいるんですね。ただ、イノベーションというのは、技術革新とイコールではありません。 イノベーションというのは、技術革新の結果によって新しい製品やサービスを作り出すことによって、最終的に社会,社会生活を大きく変革、改変することというふうに定義されています。この定義は先ほど紹介した伊丹先生の定義です。なので、左側に技術、右側に顧客、市場と置いた場合に、それをつなぐのがイノベーションです。 でこれらの全体の管理をしていくのが、イノベーションマネジメント、私がと勉強している技術経営の領域になりますで。イノベーションを起こしていくステップみたいなのを簡単に、特に技術を基盤にしたイノベーションを起こしていく場合には、技術の研究があり、技術開発があり、事業を開発し、市場に投入して、うまくいけば成功というような流れをたどるわけですけれども、このステップの中には、いくつか落とし穴があります。 一つは、技術研究に着手してみたものの、あんまりこうものにならないというようなことがあります。これはあの基礎技術研究をやられている方はたまによく遭遇すると思うんですけども、これのことをイノベーション研究の研究のコンテキストではあの、魔の川というふうに呼んでいます。でまあ今日の主題になるんですけれども、えー、実際に技術は開発できましたと、でそれをじ市場に投入する前の事業として成り立たせるためのプランニングというところはできないと。 いいうこことがこれも大きいです特にソフトウェアエンジニアが自分のこう考えたプロダクトを市場に投入しようとするときに、なかなか上司を説得できないということはたくさんあると思います。これがまさに死の谷というイノベーションの落とし穴の一つです。で、うまく予算をつけてもらうことができた、上司も説得できて、まあ、チームも組めたで、市場に製品、サービスを投入したんだけれども、売れないということもあります。全然お客様がつかないと こ,れのこのことをですね、ダーウィンの海と言います。で、ここの、この3つの壁を乗り越えていかないと、イノベーションというのは実現しないというふうに言われています。で、それぞれについて、えー、1日ずつしゃべれるぐらいいろんなことがあるんですけれども、今日はあのうは、篠谷の部分にフォーカスしてお話をしたいと思います。え、これはですね、篠谷という用語は、2002年に発表された、Between Invention and Innovation という、えー、論文というか、 報告書みたいなものにしっかり書かれています。英語の資料ですけども、すごくいい資料なので、読んでください。それでは、技術系のコンテキストにのっとって、プログラム言語 Ruby のイノベーションがどのように実現されたのかということについて、まあ、私なりの考えを述べさせてください。実は考えたことはですね、すでにブログに書いてあります。なので、ブログを見てくださいというのも早いんですけれども、実はこのブログに書いた内容は、私が 東京理科大 MOT に入学するときの入学試験の、えー、に提出する小論文として書いたもののうち、なんかいくつか固有名詞を伏せたものですね。えー、なので、実際にもう半年以上学校に通って、もうちょっと咀嚼した内容を今日は発表します。で私が考えるイノベーションの要点というのは、イノベーションの上手には良いコンセプトが必要になります。でコンセプトは 顧客と技術を結びつけるる要になるものですつまり左側に技術があった場合に技術からは製品やサービスが出てきますそして顧客、まあ、市場からは需要が出てきますこれを結びつける分にコンセプトが必要なんですねこれがとても重要でこれがないとですね需要に対してマッチしない製品ができてしまったりだとかそういうことがまあまあありえますで市の谷を 超えるにはその事業開発の最初の段階、つまり技術の開発はできたと、それを製品サービス化する前に、本当にじゃあ、一旦立ち戻って、顧客を意識した上でどういうコンセプトを立てるかというのが非常に重要です。なので、事業開発の最初のステップは、実はコンセプト創造です。それでは Ruby について見ていきましょう。Ruby のコンセプトは、楽しいプログラミングです。 プログラミングをすることが楽しい、もう少し言葉を言い換えると、これまでコンピューターのためだったプログラム言語を人間のためのプログラム言語に変えていこうというのがコンセプトです。えー、ですって言い切りましたけど、先ほど松本さんに確認したので間違いないと思います。はい,、えー、良いコンセプトの条件というのがいくつかあります。まず前提条件として、そのコンセプトは実現可能じゃなきゃいけないです。何でもいいからアイディアを出せというわけではなくて、 実際に実現可能な範囲に収める必要があります。それから実現可能だって,言っても簡単に実現可能では意味がないんですね。そう簡単に実現可能なものはすぐ誰かに真似されてしまうので意味がなくなってしまいます。なので主体的にコンセプトを創造するプロセスというものを踏みながらしっかりと強いコンセプトというのを作っていく必要があります。良いコンセプトはまずそのコンセプトを聞いたときにあこんなことができるんだと。 すごいねというふうな、誰かにこう感動を与えるようなものじゃなきゃいけませんで。その感動が人から人へ伝播していくような性質を持っている必要があります。それから、その驚くような、えーまあ、条件一を満たすようなことを実現するための技術的な裏付けが必要になってきます。で 3番目は、そういったものを手に入れるために、お客様がそれを手に入れるために、許容範囲内の価格設定が必要になってきます。プログラム言語、Ruby について振り返ってみましょう。Ruby は松本さんが開発したプログラム言語で、オブジェクト思考プログラミングとスクリプト言語としての手軽さを兼ね備えたプログラム言語です。そして動的言語の特性を持っていて、コンピューターの都合よりも人間の都合を有効した、まあ、人間の都合というか、松本さんの都合を優先した言語設計になっています。 そしてオープンソースソフトウェアです。で、オープンソースソフトウェアなので Ruby コミッターと Ruby、まあ、コミッターたちであるとか Ruby コミッターじゃなくても世界中のプログラマーによって開発されています。Ruby、えー、の機能を拡張すると数多くのライブラリが外国システムで、えー、存在します。そして、まあ、松本さん自身の,あの性格として、えー、優しい独裁者というのはよく言われますね。 最終的な決定権は松本さんが持ってるんですけどあんまりこう自分の Ruby の開発者や Ruby のエコシステムをこう自分の考えでこう縛りつけようとしないということをしています。でそれから良いプログラミング作法これは Ruby というよりもプログラミングをそろえたベストプロクティスっていうのが Ruby コミュニティには割と浸透しているのかなというふうに思います。 その結果、ウェブサービスの開発では主流になってきてますし、それだけではなく、ビジネスシーン、B2B のビジネスでも少しずつ広がりを見せているなと思います。そ Ruby のコンセプトである楽しいプログラミングっていうのを先ほどの3つの条件に当てはめたときに、まず、伝染効果ですね。Ruby は人間の思考を妨げない、人間本位のプログラミング言語なので、使いやすいで、使ってみてプログラムを開発すると楽しいと。 で、この楽しさを誰かに教えてあげたいという気持ちが喚起されます。で、実際にこれを、このコンセプトに共鳴して、誰かにこの Ruby の良さを伝えたいと思って行動した人たちが、Ruby、えー、<laughs> のエコシステムのまあ一部を作り上げていくわけですね。具体的には、マーティン・ファウラーっていう、えー、ソートワークスのチーフサイエンティストとか、まあ、デイブ・トーマスさんとか、Ruby <laughs> ワールドカンファレンスにも確かキーノートで来ていただいたことがありましたよね。 だとか日本ルビーの会の高橋正勇さん、それから角谷慎太郎さんといった人たちが、ルビーの良さというのを一生懸命こう伝える活動をしてくれました。でそれによって、ルビーを知ったという人も多いと思います。2番目の条件なんですけども、技術的な裏打ちですね。Ruby は先ほど申し上げたように、人間にとって使いやすい言語なんですけれども、必ずしもコンピューターにとっては使いやすい言語ではありません。 でこれを実現するために技術的にとても高度なことをやっています。例えば、複雑な文法を解釈する、そこのパースバイというシステムあの、コードがあるんですけども、そのところは本当に他の言語に比べたら信じられないぐらいぐちゃぐちゃというか複雑です。で <laughs> 効率のよい実行をしていくための処理系の改善も日々行われてますし、さまざまなプラットフォームへの対応も行っています。これもそういったことを担ってくれる人たちのおかげなんですね。一番左は、今日も来てますけれども、中田さん。 それから左側2番目は弊社の笹田浩一さん、Windows プラットフォームの対応をしてくださっているのは主に中村さん、それからすごく難しい、ユニックスの原理主義的なとことか、すごく細かいとことかでイノベーティブなことをやってくれているのが田中明さん、それ以外にもたくさんのコミッターのスーパープログラマーみたいな人たちが日々やってくれています。 で価格設定というところでと、ちょっと考えたんですけれども、Ruby はオープンソースソフトウェアなので、無料で手に入れ,れることができるので、価格設定に関する議論もできないんじゃないかと思われる方もいるかもしれませんけれども、先ほど、Ruby を使ってこう楽しいとか役に立つということをえ手に入れるために、ユーザーの人が手に入れるために支払わなきゃいけないコストは、まあ、松本さんには支払ってないかもしれないですけれども、何らかの形で支払ってます。それは学習コストですね 人間に分かりやすいため学習習得しやすいであるとか書籍やインターネットの情報がまあ豊富であるだとかまあ到達度を図るための認定制度があるだとかコミュニティによる学習機会の提供があるだとかまあそういうことが揃ってますこれもコミュニティの力によってたくさん拡散されているのでたくさんのサポートする仕組みが揃っているんですねまあこういった条件が揃うことによって Ruby on Rails が出てきたりだとかまあ h e ヘ o クや g i t h u b のようなプラットフォームが出てきて今ではえ今回の カンファレンスの共産企業のようにたくさんの方々に使われています。Ruby 言語のイノベーションは人間本位という良いコンセプトを実現して、それによって共感した人がその拡大をしていくことによってキラーアプリの土壌となってイノベーションに到達したと見ることができます。時間がない。<laughs> Ruby を武器にしたイノベーションの創出については Ruby を実際に使っている人たちがどのようにイノベーションを起こすかということです。こちらについても技術系ログというブログの方に書い 書いてありますルビーを武器にしたイノベーションの創出は、ルビーの良さに,に関してはですね、すみません、えー、ちょっと勘違いしている人たちがいてです、ね、ルビーの良さに共感した企業を陥りがちな過ちとして、ルビーの良さそのものが自社の訴求ポイント、自分のサービスの訴求ポイントになっていることがあります。これは、ルビーイコール自社の強みではなくて、ルビープラス自社の強みっていうのを考えていかなければいけません。でルビーの強みそのものはですね、実はもう、 もはやです、ね、自社の差別化要因につながらないことが多いです。ちょっと悲しい話かもしれませんけれども、少し何年か前は Ruby が普及する前は Ruby ができることと、それだけで他社との差別化要因になったかもしれませんけれども、現在では Ruby ができますっていうだけでは何の価値もありません。はいなので、イノベーションの創出について、あの経営者の方、それから経営,経営者でなくても経営者マインドを持とうとする方々は考える必要があります。でここで ステップアイステップでこういうステップを踏んでいくと、良いコンセプトを作ることができるよというようなことについて説明していきます。まず、自社の顧客を絞り込むということですね、自分のサービスやプロダクトや新しい事業は、誰に対して作るものなのかということを絞り込んでいきます。で今、自分の目の前にいるお客さんが、例えば製造業のお客さんだ、例えば事務処理をやっているお客さんだというふうに、短絡的に見るのではなくて、もっともっとずっと絞り込んでいきます。 これは業態で絞り込む場合もあ,るありますし、お客様の特性で絞り込むこともありますし、男性、女性とか地域とか、そういった細かいカテゴリーで、そのお客様をリアルに自分がイメージして、共感できるようなお客様に絞り込んでいくことが重要です。でうまくお客様を絞り込めたら、顧客にとってです、ね、現在の不満であるとか、不便であるとか、そういう課題を識別していきます。それを識別していくときにです、ね、結構、技術者の方が考えが違るのは、 解決が先に立ってしまうときがあるんですね。なので、この時点ではまだどうやって解決するかというのはあまり重要ではなくて、どこにどういう不満があるかというのをちゃんと拾い上げることが必要ですで。すぐ解決方法が思いついちゃうような、解決が先に来るような課題というのは、すでに誰かが解決していることが多いですし、または解決方法がない、でも、イシューだというふうに気づいてしまうものについては、誰もやらない、それにはやらない理由があるからやらないというようなこともあります。なので、よく考える必要があります。であまりにもこう 価頭無形な課題しか識別できていない場合には、自分がちゃんとそのお客様の立場に立てていないという可能性が高いです。かつ、あまりにも多くの課題が出てしまって、収集つかなくなってしまうという場合には、顧客の絞り込みが不十分な場合があります。もっともっと共感できる、絞り込んだお客様というのをイメージする必要があります。でえー、<laughs> コンセプトあ解決の 識別した問題を解決するコンセプトもステップバイステップでやっていくんですけども、このときに使うというのが、スウォット分析ですね、スウォット分析自体は、多分聞いたことがある人も多いと思うんですけれども、スボット分析を素直に使うのはとても難しいです。 なぜかというと、この4証言の表は、大体4証言の表を人が示されるとです、ね、左上から埋めていこうとするんですね、えつまり自社の強みと、今、ビジネス上の機会がとてもうまく効果的に発揮できる部分を考えて、その次にです、ね、うまく発揮できない部分を考えて。 次に自分の弱みについて考えて、もうこの辺になると心が折れてくるんですよ。で、市場の脅威が迫って,てさらにそこに自分の弱みが当たってしまうような部分を考える、右下の部分に行くと、もう誰も何も考えなくなって、あもうだめだみたいになってしまって、ちゃんとした分析が行えないということがあります。なので、スボット分析は、まず顧客をちゃんと先ほどのステップで特定した後右上から始めます。脅威と書いてあるところは、別に恐ろしいとか考える必要はなくて、顧客側、我々ではないアンコントローラブルなところ。 というふうに考えてみると、ここの部分は顧客のボトルネックというふうに置きます、顧客の課題ですね。でその顧客の課題を解決する中で、自社の保有技術が生かせる部分というのは何なのかというのを考えます。そして、生かせない部分というのは何なのか、こちらも考えます。で、それらの結果、出したサービスというのが、どのように市場に展開していくのかということも考えます。もうタイムオーバーって言われちゃった。<laughs> スポート分析の右側は、どのようなイノベーションを実現するか、何を作るかということを考えます。これを顧客のコンセプトと呼んでいます。左側は、どのように実現するか、これを実現のコンセプトと呼んでいます。どちらも重要なんですけれども、コンセプトは検証していく必要があります。Ruby は、コンセプトを実現する手段の一つ。で、関係性から見ると、自社の供給、サプライヤーの関係になりますね。 ちょっと時間があれなのであれですけれども、自社が何を調達するかというときの何をの部分に当たります。つまり Ruby を活用してサービスを出すと。それ以外にも、自社と補完関係にあるプレイヤーと一緒に共同戦線を組んで、自社の競合に当たるところとどのように戦っていくかということを考えるで、当然、このときには、競合も同じようにバリューネットを考えているので、自分の見方が敵の見方かもしれないとか。 他競合他社も同じような要素を、えー、調達して、顧客に対して何かサービスを出していこうとしてるかもしれないみたいなことも考えていく必要があります。でこれは単純化して1社に考えてますけども、もちろんこれが複数社あって、複数の競合ごとにこれらを考えていかないといけないということですね。なので、Ruby だけでは強みになりません。だから Ruby は学習コストが低いと、それだけでは自社の強みにはならないので、それによって自社が何ができるかということを考えていかなければいけませんし。 ルビーに固執しててもダメです。ルビー以外の要素でどういう強みがあるかということについても自社の中の保有技術、それから自社が持ってない技術というのを考えていく必要があります。で自社の弱みを克服するためにアライアンスを組むという方法もあります。誰ととと組むかというのはとても重要ですし、誰に まあ誰かと組んだときに、その人に何を任せて、自社で何をやるのかという選択もまた重要です、それから保完関係にある企業をどういうふうにこうと組んでいくのか、その組み方もコンソーシアムみたいな組み方とか、r u b アソ s シ c i a t みたいな緩いつながりであるとか、もっと強い何かの売り上げのコミットメントをするような提携とかいうのも考えられます。ということで、本日のまとめなんですけれども、すみません、駆け足で。いつも駆け足ですね、僕。<laughs> いっぱいしゃべりたいことなので、今度キーノートで読んでください。えー、技術経営は <laughs> 技術基盤を、技術を基盤にしたイノベーションを実現する経営学ですということと、Ruby のコンセプト、Ruby はそれが実現された良い例だということと、まあ、自社のビジネスを考えて,る上考えていく上では、Ruby そのものの強みを、そのまま自社に生かすのではなくて、えー、顧客開発のフレームワークをうまく活用して、自社の強みというのをしっかり識別し,していく必要がありますと。 いうこ,とでまあ、これが僕の同期の人たちなんですけど、ちょっとだけおまけなんですよね。で結構、大学卒業して何年も経ってると、なかなかこう、メリめり勉強するチャンスというのはないので、いくつか書籍を出していますで。これから自社サービスを開発するとか、自社の中で新しいサービス開発を担っている方には、ぜひこの本、イノベーションと企業経営という本があります。こちらを読んでください。 でもうちょっと上の立場の方で自社の戦略というものを考える人は戦略サファリというところに10個戦略のパターンが載ってますのでこちらを参考にしてくださいで最近取締役になれたとかあとは CTO になれた方で組織を作っていこうと思う人にはぜひこちらをお勧めします学習する組織という本ですね、えー、旧版と審判とあって審判の方がちょっとかっこいいので審判の方がいいですね内容はあの審判の方に少し増歩、えー、改定されていますでこれを勉強この本を読むとですね自社の組織っていうのをこう学習していくこう 成長していく組織に変えていこうというモチベーションが上がるんですけども実際にやってみるとなかなかうまくいかないですね。そんなときになぜ人と人と組織は変えないのかという本を読むとちょっと心が救われます。で、もうちょっと上の社長さんとか社長候補の方々はですね、ぜひバーナードという人が書いた古典なんですけれども、経営者の役割という本を読んでください。こちらの本はすごくその経営者自身が書いた経営学の本で経営者が何を考えて何をやらなければならないかというミッションについてすごくこう生々しくというか あの思い入れを持って読める本だと思います、左側の本ですね。で、思い入れを持って読んだ後、右側のオーガニゼーションズという本を読むと、すごくドラインですねあの、組織のメカニズムみたいなことは解説してあります。で、これ以外にもたくさん本を読むといいんですけれども、なかなか皆さん忙しいので本を読めないじゃないですか。なので、そんなときにお勧すすめするのが、ですね読んでない本についてどうぞ語る本という本がありまして <laughs>、これを読むと、その本がどういうポジショニングにあるのかということから、どういう。 ことは書いてあるのかということをなんとなく想像してですねしかもあながち間違ってないという,ようなことができてですねえまあプレゼンテーションも作ることができるとああ僕は読みましたよでも皆さん読まなくても同じことが語れるようになるということでしたありがとうございいましたありがとうございました。 えー、質疑応答のお時間がなくなってしまいましたので、ご質問のある方はまたこの後個別に名刺交換をしていただきましてご質問ください。あのなんか楽しそうな宴会の写真はあればあ,あれはあの同期の飲み会です。同期の,の同期の皆さんからあゆみんとか言われてるんですか。はい。言われて<笑><笑>はい。まああゆみんこと相沢様に学校いただきました。どうもありがとうございました。<laughs> ルビーの強さをいかに引き出すかルビ y を武器にする技術系と題してのご講演でした。